こんにちは。下半身トレーニングの日はちょっと憂鬱なビレジェンド田中です。今回は筋トレを始めるときに身につけておきたい体の使い方3選下半身編というところをお話したいと思います。私は B レジェンドジムでパーソナルトレーナーをしている田中と申します。競技としてはパワーリフティングを行っております。大会実績としては近畿パワーリフティング大会で優勝した経験があります。それではお話の方に入っていきたいと思います。まず下半身のトレーニングの特徴としてはですね、下半身の筋肉は強いのである程度重い重量をこなすトレーニングになってしまうというところがあります。またですね、重い重りを扱うということはですね、足だけじゃなくてですね、腰に負担がかかってきたりもします。でまた動作中にですね、特殊な姿勢ですね、柔軟性であったり筋力が必要な姿勢を取ることも多くなるので、トレーニングの負荷がかかっている動作中にですね、いくつかのポイントを身につけるのはやはり難しいので、トレーニング前ですねに練習したりとかですね、ジムに行ってない時にこの形を身につけておくと、下半身のトレーニングを行う時にですね、非常にスムーズにトレーニングが始められるというポイントになりますので、いくつかのポイントを紹介したいと思いますので、皆さんも練習してみてください。まず一つ目のポイントですけど、下半身トレーニングを行う時は強い負荷が足だけじゃなくて腰にもかかってきますので、腹圧のかけ方を身につけておいてください。特にですね、下半身の代表的な種目スクワット、または下半身と、腰を背中を使うですね、デッドリフト、特にもも裏を狙って鍛える時にスティフレッグデッドリフトっていう種目があるんですけど、この辺の種目を腰を痛めず行うためには腹圧がしっかりかけれる状態が望ましいです。また腹圧のかけ方がうまくなるとですね、今までよりも腰に負担がかからない分より重い重量をこなせるようになったりもしますので、成長速度を高めるためにも腹圧というポイントはまず身につけておいてください。それでは実際に腹圧のかけ方を練習していきたいと思うんですが、まず腹圧をかけるためにはですね、腹式呼吸というのがポイントになってきます。これはですね、息を吸った時に、おへその位置がぐっと膨らんでいる状態を作れないとダメなんですけど、腹式呼吸が難しいという方もおられるので、まず腹式呼吸のねポイントをちょっと練習していただけたらなと思います。でやり方ですが、おへその位置に手を当てておいて、今自分のお腹の形がどうなっているのかっていうのを確認しながら行えば良いかと思います。まず息を思いっきりふーっと吐いてください。思いっきり息を吐き切る、ふっふっふっふ、絞り切った時にお腹が引っ込んでる形になると思います。この形から多分ね、腹式呼吸ができない方だと息を吸った時に肩がこう上がっちゃうと思うんですね。そうするとですね、お腹引っ込んじゃいますよね。今回身につけたいのは、息を吸った時にお腹が膨らむ状態なので、息をふっ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 と吐き切った後にですね、ここから肩を上げずに息を思いっきり吸ってみてください。そうするとですね、おへそが手を前にぐーっと押し出す力が働くと思います。もう一回いきましょう。息をふー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 吐き切って、肩が上がらないように息をもう一気に吸ってみます。おへそが膨らむと思います。まずこれを練習してください。息を吸った時に おへそが膨らむ状態、この状態を作ります。今度はですね、トレーニング用のベルトがある方はベルトをきつく締めていただく、ない方は、服を着るときに使うベルトでもいいですし、なければ、帯でも、長めの紐でもいいので、通常ベルトを締める位置ですね、男性だとおへその位置ですし、女性だと、くびれぐらいの位置になるかと思うんですけど、そこにこうベルトをきつく巻いていただいて、この状態で先ほどやった呼吸ですね、息を吐き切った状態から肩を持ち上げずに息を思いっきり吸う。そうするとベルトがぐっと食い込むぐらいお腹が膨らんでる形になると思います。ベルトがこうきつくタイトに締まった状態になると思うんですけど、この状態が腹圧がかかっている状態になります。なのでベルトをきつく締めて、息を吸ったらお腹が膨らむような形で息を吸って、ぐっとベルトが食い込んだ状態で息を止める。そうすると腹圧が高まっている状態、お腹の中の圧力が高まっている状態になりますので、この圧力はですね、腰を保護する働きがあります。この腹圧を身につけておくことで、ある程度重い重量をこなす下半身のトレーニングがスムーズに怪我なく行えるようになりますし、より重い重量をこなせるようになるので、まずは腹圧を身につけるっていうのを練習してみてください。
次のポイントはですね、パワーポジションを身につけるというポイントになります。まあ、これ一言で言うとですね、スクワットでしゃがんだ状態をちゃんと作れるようになるかっていうところになります。足幅とか、しゃがみ方はスクワットと同じなんですが、肩幅から腰幅ぐらいに足を開いていただいて、つま先はやや外を向く状態にすると、最終的にはお尻と膝が同じ高さぐらいまでしゃがめるようになればいいんですけど、しゃがんだ状態を作った時にですね、腰が丸まらずに骨盤も後傾しない状態ですね、背中腰まっすぐでお尻を突き出した状態で上半身はやや前傾します。その形をちゃんと取れるかどうかっていうところを確認してみてください。この時にですね、結構重要になってくるのが足の筋力、腹筋、背筋っていうのは重要になってくるんですが、昨今ですね、デスクワークとか、運転長時間される方も多いと思うんですが、座りがちな姿勢だとどうしてもですね、太ももの裏とかですね、お尻の筋肉の柔軟性が低下していたりとかする場合もありますので、柔軟性の低下が原因によってですね、しゃがんだ時に腰が丸まったりとか正しい姿勢が取れないということもあります。なのでこのポジションを上手になるためにはですね、筋力以外にも柔軟性も大事になってくるというのはあります。これはまたですね、綺麗なスクワットをするためのコンディショニングっていうのは別動画で紹介したいとは思いますが、まずはしゃがんだ時に腰が丸まらない状態で上半身がやや前傾している状態をちゃんと取れるかっていうのを練習しておいてください。で、しゃがんだ時に腰が丸まらずに膝とお尻が同じ高さぐらいまでしゃがめるようになる、この姿勢を獲得すると下半身のトレーニング、特にスクワット、デッドリフトなどはスムーズに行えるようになるかと思いますので、ぜひ練習してみてください。ちょっと豆知識なんですけど、ソフトボールとか野球とかですね、バレーボールってこう中腰で構える、そういう姿勢を多く取る競技の方は、これ教えなくても最初から勝手にできる方もおられますので、これスポーツ歴によってはですね、いきなりできちゃう方もいるんですけど、そういう競技歴がない方だと結構柔軟性も筋力も必要な姿勢になりますので、ぜひトレーニング時以外でも空いた時間に体の使い方スムーズになるように練習してみてください。3つ目ですね、これ特に難しい動きになります。ヒップヒンジという動きを身につけてみてください。これはですね、デッドリフトに非常に似た動作になるんですけど、まっすぐ立った状態からお辞儀をこう作るっていう動作になるんですけど、ノートパソコンをこう開いたり閉じたりとかですね、する運動に近いです。この時多いパターンがお辞儀をする時にですね、膝も同時に曲がっていってしまってですね、正しいヒップヒンジできてないっていう状態になるんですけど、膝が最初に固めた形から曲がらない形で股関節だけを起点にしてですね、お辞儀して伸ばすっていう動作ができるようになる、この動作の獲得をですね、ぜひ目指していただきたいと思います。で、この動作ができるようになるとですね、スティフレッグデッドリフトって言ってですね、ハムストリングですね、太ももの裏のトレーニング、これがスムーズにできるようになります。最初に身につけるのが一番苦労する動作にはなるかとは思うんですけど、もちろんこうトレーニングする男性だけじゃなくてですね、美尻を作りたいとかですね、足を太く見せずに代謝を上げたい女性などはおすすめのトレーニング種目にもなってきますので、最初にこの動作を獲得しておくとトレーニングの幅が非常に広がるいい種目になるかとは思いますので、ぜひ身につけてみてください。今回はですね、下半身のトレーニング、筋トレを始めるときに最初に身につけておきたい体の動かし方っていうポイントで解説されていただいたんですが、練習するときにですね、闇雲に練習しててもできてるのかどうかっていうのはやっぱ分かんないと思いますので、できるだけですね、鏡の前とか携帯のカメラで動画撮影しながらちゃんと動作できてるのかなっていうのを確認しながらやってみるのも一つのやり方かなと思います。最初にチャレンジした時よりも1週間2週間動作の獲得のために練習していた結果、最初はできなかった動作ができるようになった、変化が見えるっていうところも上達を実感できるねポイントになるかと思いますので、この動作練習は鏡の前か、できれば動画を撮りながら行ってみると良いかと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも行っておりますので概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。